飯野のや三人衆は、禄十一年末に徳川家康が演習攻めを行った際に、今川氏真から徳川方へ離反した近藤康史菅沼忠久,久、鈴木忠治の三人のことを言う。演習浜名湖の沿岸部を有する領主たちは、今川氏への忠誠心が比較的強かったため、家康はととうとう海信仰の障害となることを危惧していた。そこで事前に、 東三河の菅沼忠栄を使って、怪獣工作に動いた。帝栄は、同族の吉見で、菅沼忠久に接触。忠久が、遠赤の鈴木十字を抱き込み、近藤康史まで取り込んだ。これにより家康は、強固な浜名湖西岸部よりも、防備の弱まった間谷から、三河主力軍を進めて、菊間城の年内陥落という早期制圧に、こぎつけたのである。 この三人は、家康の命を受けて、後に徳川四天皇の一人である、伊伊直政の配下につけられた。だが、いずれも後に良い家を離れている。近藤康雄の古州用は、直政と対立して出奔して、後に、徳川秀忠、池田照政の取りなしで旗本に復帰できるまで、浪人生活を送り、菅沼田久の孫勝利は、 幼少で家督を継いだため旗本に戻され、鈴木十字の子重吉は他の家臣と対立して隠居という形でいい家を追われて、後に水戸徳川家に仕えた。ありがとうございます。